電車で動くプロフェッショナル仕様、今回は京都線新快速221系で参ります。駅数が多いっていうか通過駅が多かったりするので、今や感じにスキップして要所だけ見ていくという感じですね。もう一度出しましょうか。130ぐらい出したいですね。最高速度出したいですよね。さあ、最高速度いくつだ。128、129。道内進行。上がらん。限界129キロね。OK。向こう町通過。確認しました。進行。で、脱線走行します。制限60あります。制限60なんだけど、残りもう20秒しかないから、私はもう無視していきます。場内、指令を60。あ、なんだよ。あんま変わんないじゃないか。あと9秒。何すんねん。ああ、制限60、制限110あるんですけど、まあスピードオーバーすることはまずないでしょうから、うん、制限90ありますね。制限90どこからだろう。茨城前なめたらここからかな。茨城前230m前くらいかな。あと多分今隠し駅だったんじゃないかな。29いった。129 K、 これ制限45ありますね。やば、これはオーバーするね。しかも短い、新大阪までの距離。新幹線紀ノ国線特急、関空特急はるか、地下鉄御堂筋線はお乗り換えです。新大阪の次は大阪に止まります。ゲイでもないけどね。まだあった、忘れてた。あと一息あった。ひゃー、怖っ。はい、来ました。さっき相当装着しちゃったんで、もう減速、注意、あとなんだっけ、停止信号でしたね。大阪でした。うん、やばい、停止か。よし、クリア。ということで、この路線はですね、なんだろうね、飛ばしまくってると減点、減速食らいます。ということで、110、120を忠実に守る必要があるんじゃないでしょうか。で、ブレーキングに関してはそこそこ効くと思うんで、なんとかなと思います。標識は多いんだけど、でもあんま役に立たない。時速60キロぐらいの時に制限95を勝手に出てきて、なんか勝手に解除になるとか、そういうタイプなんで、あんま問題じゃないですね。っていう感じです。